石川博士隆氏は、日本の政治家、外交官。公明党所属の参議院議員、公明党青年委員長。防衛大臣政務官、内閣府大臣政務官を歴任。岐阜は、元参議院議員の風間明。大阪府豊中市生まれ。関西創価高等学校、創価大学工学部生物工学科卒業。創価大では、 海洋生物学を専攻していた。大学卒業後、1996年に外務省入省。同期入省に井上正盛がいる。井上が奥勝彦参事官らと共に準移職した際、葬儀では同期を代表して、長辞を読んでいる。アラビア語研修を経て在シリア日本国大使館、在オマーン日本国大使館に勤務。2004年より、 陸上自衛隊が派遣されていた、イラクのサマーは宿営地内に開設されていた、外務省連絡事務所に勤務し、小林博士博士所長の下で、イラク戦争下のムサンナー県へのインフラ整備をはじめ、イラク国内の人道復興支援に従事した。2005年に帰国し、外務省総合外交政策局国連政策課、中東アフリカ局中東第二課を経て2009年11月に、 大感。2010年7月、第22回参議院議員通常選挙に、大阪府選挙区から公明党公認で出馬し、初出馬にして、トップ当選した。2013年9月、公明党青年委員長に就任。2014年9月、第2次、安倍改造内閣において、防衛大臣政務官に任命された。公明党所属の議員が、 防衛省の副大臣、政務官に任命されるのは、副大臣、政務官が設置された2001年以来、初めてである。同月26日、内閣府大臣政務官に任命された。同年12月、第3次、安倍内閣で、内閣府大臣政務官、防衛大臣政務官に再任。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に、 大阪府選挙区から出馬し、再選。ありがとうございます。